どうも、ホロキョです。今回は PS5 の編集ソフト、シェアファクトリーを使って録画した動画を編集する方法を説明します。シェアファクトリーはお手持ちの PS5 だけで完結できて、さらに無料で編集できるソフトになっているんですけど、よく YouTube とかで見るテロップがいっぱい入っている動画とか、ああいうのにはちょっと向いてないんですよね。とはいえ、せっかくなら FPS とかでよく見るフラグムービーやキルモンタージュっていうのを作りたいって思う人はね、結構いると思います。なので実際に作りながら使い方の説明をしていこうと思うんですけど、 FPS のゲーム僕得意じゃなかったので、今回はアストロズプレイルームを使ってパズルピースやアーティファクトを獲得した動画っていうのをまとめてみました。だいたい1分ぐらいの動画を作っていこうと思います。編集の流れとしては他の動画を作るときと同じなので、自分が作りたい動画に置き換えればキルモンタージュの動画っていうのも作ることができます。これからも PS5 や配信に関わる情報を動画で作っていくので、ぜひチャンネル登録と通知設定の方も忘れずにお願いします。それでは行きましょう。まずシェアファクトリーっていうのは2014年の4月に PS5 で無料でダウンロードできる編集ソフトとしてサービスが開始されたんですね。手軽にビデオ編集ができて、完成した動画は PS5 から直接 YouTube や Twitter にアップロードすることもできるようになっています。早速シェアファクトリーをダウンロードするところから始めていきます。 PS5 のホーム画面に行くと、すでにシェアファクトリーっていうのが表示されていると思うんですね。そしてここからゲームプレイを押すとダウンロードの画面に移ります。ただこのホーム画面にこのシェアファクトリーのロゴが出ていない方は、上のこの検索から検索バーを選択してシェアファクトリー、あ、もう下に出ますね、確定押すと左上にシェアファクトリーが出てくるので、ここからダウンロードするようにしてください。ダウンロードができたら早速開いていきます。ホーム画面のシェアファクトリーゲームをプレイするを選択、そうするとこういった画面になるので、新規プロジェクトを選びます。はい、次にクリエイターパックを選択ってあるんですけど、自分のやるゲームの世界観に合ったようなものを選ぶといいのかなと思います。今回はアストロズプレイルームなので、左上のこのサイバーチックなものを選びます。そうするとこういった画面に行くので、イントロ、タイトル、アウトロ、ロゴクリップっていうものが、用意されているので、自分が作りたいものに合ったテーマを選ぶといいと思います。あとこのテーマのクリップは後から追加したり削除したりすることも可能になってます。イントロやロゴクリップを選んだら、次は編集したい動画の素材を選択します。クリップを選択するときにいくつか注意点があります。それはこちら、映像の取り込み数は最大100クリップまでとなっています。また取り込み可能な最大時間は全てのクリップ時間の合計が80分までとなっているんですけど、プロジェクトをレンダリングして動画をアップロードするときは、クリップの全体の長さが最大60分以下にする必要があります。映像を選択したら四角ボタンを押してプロジェクトの名前を決めてプロジェクトを開始していきます。デフォルトだとサイバーパンクになっているので、ここをパズルピース集めというプロジェクト名にしてみました。そして確定、プロジェクト名が変更されているので、この後は続けるを押してください。編集するにあたって、まず最初に取り込んだ映像の不要な部分を取り除いて見やすい動画にする必要があります。タイムラインを見ていくと、まずイントロが挿入されてます。続いてロゴ、そして次のクリップから選んだものが表示されてますね。こうビーっていくと5つクリップが並んでいるのが分かります。そして分割したいポイントっていうのをまず選んでいきます。 R2 を押すとこう再生ができるので、再生しながらここ使いたいなっていうところをまず決めます。ここいいですね、ここいいですね、ここの部分を使いたいので、このクリップを分割していきます。コントローラーの四角を押してクリップを分割、はい、これを押すとこのタイムラインのねオレンジの線の、がちょっと変わってるのが分かると思うんですけど、ここをお尻にしたいので、ここで×ボタン、はい、クリップを分割しますかって出るので確定、はい、お尻を決めたので、今度は頭を決めましょう。これ引っ張ってるところがいいですかね、ここら辺で×ボタン、
はい、クリップを分割しますかって出るので確定します。そうするとこの真ん中のクリップを見ていただくと分かるんですけど、頭とお尻の部分っていうこの一つのクリップがねできるようになりました。その前のクリップがいらないのでタイムラインで四角を押します。そうするとクリップを削除しますかと出るのでこれで確定します。はい、この後ろのクリップもいらないので四角を押して確定。はい、そうすると1本目の動画がね短くなっていいところだけをね切り抜くことができます。間違えて、ここのクリップを削除してしまうこともあると思うんですよ。そうした場合は一旦丸ボタンを押すと、はい、クリップ分割っていうのを、一旦解除することができます。そして四角ボタンを押してクリップをトリミングっていうものを選択してください。これを押すとこの色がついている真ん中の部分っていうのが今タイムラインに載っている映像になります。レバーの LR これを左右に動かすとどこら辺まで元の動画を伸ばすかっていうのがね設定できます。例えばこれをねマックスにして、その後に×ボタンを押すと元の動画クリップの尺で、クリップを復元することができるんですね。カット編集が終わったのに次は動画のイメージに合った BGM を入れていこうと思います。 BGM を入れたいところのクリップまで移動して×ボタンを押します。そうすると右上にミュージックを追加というのが出てくるのでこれを選択します。そうするとプリセットで準備されているものがいくつか選べるようになっていて、今回は左上のこの曲を選ぼうと思います。 R2 を押すとねプレビューが聞けるようになってます。今回はこのシェアファクトリーに入っている BGM から選んでいこうと思うんですけど、他の音楽を使いたいなと思う場合は USB から取り込むことで使用することが可能になってます。それでは今回はこれを選んで編集に行きましょう。取り込むとタイムラインにこういった感じで BGM が追加されます。よく見るとここのクリップの頭のところに BGM がかかってないのがわかると思います。ここからスタートしたい場合は四角ボタンを押してミュージックを移動選択します。でこれ気をつけてほしいのがこうレバーでスティックでこう移動できるんですけど行き過ぎちゃった場合この戻れないんですね。なのでこうなってしまった時は丸ボタンを押して一旦解除します。そしてやり直しをしなければいけないので注意してください。そして細かく設定したい時はこう移動するじゃないですか、こうやってで十字キーで一コマずつこう移動ができるのでこれで合わせるようにしてください。まあ、大体ここら辺で OK であれば×を押します。はい、そうするとこの頭のところから BGM がスタートするようになります。 BGM の追加は以上になります。ちなみに四角ボタンを押すと他の機能も使えるようになっているのでここはお好みで調整してください。そして BGM を聴いていくと途中で曲調が変わるんですよね。ここまでは良くてここですね、ここから変わるのがギター音になるのでここのギター音の頭を次のクリップの頭のスタートに変えようと思います。なのでここをトリミングしていきます。クリップをトリミングを選択してください。そうするとこういった画面になります。この時の注意点なんですけど、トリミングの作業の時に再生しながらどこまで短くするか長くするかっていうのを確認することができないんですね。なのでどこで映像を切りたいかをあらかじめ覚えておく必要があります。ちょうどこの宇宙船みたいなのが岩にぶつかるところの絵を覚えておいてトリミングに行きます。で右のスティックを移動してだいたいここら辺ですよね。ただこれ1フレずつ確認したいと思うんですよ。そうした時は R1、R2 を押すと一コマずつこう行ったり来たりっていうことができます。だいたいこの辺かな。これで×を押すとトリミングすることができます。そうするとちょうど曲調が変わるところに次のクリップの頭が来ているのがわかると思います。はい、こんな感じですね。気持ちよく聞けますね。これは続いて速度変更していきましょう。
全部同じの速さよりは緩急があった方がかっこよく見えるんですよね。で、速さを変える時のコツとしては、ここを見せたいけどちょっと長いなって思う時はそのところを速くするとか、逆にもっとしっかり見せたいっていう時はゆっくりにするっていうような感じです。あと音楽に合わせて速さを変えるっていうのも一つの手段ですね。それでは実際にやっていきます。今回速さを変えるのはここの2つのクリップですね。一回流してみます。ここまで今通常の速度で流れているんですけど、このクリップを変更するときは四角を押してください。そこからタイムベンダーを選択します。そうすると1倍から8倍まで速度を変えることができるようになっているんですね。 R2 を押すとこういった感じでプレビューをすることもできます。スローでももちろん見ることができます。ここで注意してほしいのが、クリップの尺が短いと4倍や8倍っていうのが選べないんですね。そして次に下にあるステップモードとスムーズモードっていうところ、ステップモードは普通の早送りスローの再生となっていて、スムーズモードではステップモードと比較して映像が滑らかになります。今回は2倍の速度でスムーズモードを選択します。そうするとタイムラインを見ていただくと分かるんですけど、速度を変更したクリップに紫色の枠がついてるんですよね。で、×2 になってると思うんですけど、これが2倍の速度で再生しているクリップですよっていうのが分かります。これで速さを変えることができました。次にトランジションを入れていきます。トランジションはこういった感じのものです。動画と動画の間をつなぐために入れる効果で、前の動画から次の動画に変わるときにつなぎ目をスムーズに変えたり印象的に見せてくれる効果があります。トランジションを利用するときなんですけど、このシェアファクトリーでは2つのことを残念ながらできない仕様になってます。1つ目は動画の始まりや終わりにはトランジションを入れることができません。2つ目はトランジションを入れているところに2つ目を追加することができません。この2つに気をつけてください。それでは実際にトランジションを入れていきます。今回入れようと思っているのはこのクリップとこのクリップの間にトランジションを入れていきますね。で、まず前のクリップを選択している状態で×ボタン、そうするとこういったウィンドウが出てくるので、右下のトランジションを追加を選んでください。次のウィンドウでこういった、まあいろいろあるんですけど、コミックとかワイプとかディゾルブシネマティックっていうのがあるんですね。トランジションの確認は R2 を押すと再生することができるので、ここで一度プレビューをしてみるといいと思います。シネマティックの中には、今回編集している動画のテーマをはじめに選んだと思うんですけど、そのテーマに沿ったトランジションがもうあらかじめ設定されてるんですね。なので今回はちょっと世界観を合わせるためにも、このサイバーパンクっていう中から選んでいきましょう。真ん中がいいかな。これトランジションを選択するとタイムラインにこういったマークが出てくるんですね。これを再生してみるとこういった感じで、なんかプロが作ったような映像っぽくなりますよね。もう一回いきますね。これですよ。はい。ここで一つ注意してほしいことがあります。トランジションの長さに対してクリップの長さが短いとこのような表示が出てしまいます。この表示が出た場合はクリップの長さをもう少し長くするか、トランジション自体をもう少し短いものに変える必要があるので、そこは注意してください。これで動画は完成です。それでは見ていきましょう。
シェアファクトリーの紹介動画いかがだったでしょうか。 PS5 だけでここまで正直編集できるって思わなかったんですよね。トランジション入れられたりとかテロップを入れられたりとか、あと音も入れられるし、パソコンもいらないので本当これ1台でびっくりするぐらいクオリティ高いものができると思います。機能はいろいろあるんで全部紹介しきれなかったのはあるんですね。なのでそこは皆さん編集するときにいろいろ挑戦してみてください。他の動画で編集し終わった動画を今度 YouTube とか Twitter に上げる方法っていうのも紹介していこうと思います。それでは今回の動画は以上になります。これからも PS5 や配信関連の動画っていうのを作っていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いいたします。それではまた。またねー。